おはようございます。おはようございます。ちょっといいものを買いまして、はい、こちらなんですけど、よし、うん、そうですね。あ、まずはそれだ。確かこの辺に書いてある。ピント入ってる？はい、 OK です。これマキタの圧着器なんですよ。よいしょ。圧着器買ってきたんですけど、こちらですね、セット内容が。で、一応コマがそんな大して揃ってないやつかな、250まで揃ってるやつを一応買ってきたんですけど、これ14スケ、22、38から70で、80から150の200の250で、こっちが受けだね。で、こっちがこの輪っか通貨押さえらしい。俺もあんま詳しい教育を受けてないから、まあそうですかぐらいな感じしか見てないんだけども、そんな感じでセット内容は入ってると。で、多分これがまあ一般的なのかな。多分ケーブルカッターも一応入ってるよとは言うけども、で、トリセツが入ってると。で、充電器が入ってると。トリセツが入ってて、で、あとこれが充電器と。で、バッテリーもセットだから、多分これフルセットで間違えて発注したのかなっていうような感じですね。で、これの定価が37万3千円ですね。ちょっとびっくりする。なかなかなお値段。なかなかなお値段。まあじゃあとりあえずちょっとびっくりするんだけど、まあね、はい、TC300D っていうタイプ圧着器になります。さて、と試していって、結構重たいのね、これ。重そうですね。重たい。で、中を、まあ、バッテリーの6アンがついてて、で、TC300D でしょ。で、まあ、バッテリーはちょっとしかない。で、よく見るとここ見える。ここのところピストン動作っていうのがあって、完了未完了書いてありますね。で、5000回でメンテナンスの多分ピコッとするんだろうね。で、1万1000回でまたピコッとすると。多分そこで1回メンテナンスしろよみたいな感じで出るんだと思うんだよね。なんか油圧、まあ、オイルが入ってるから、まあ、そういう風な警告が出るのかなっていうような感じです。で、持った感じめちゃくちゃ重てえ。とりあえず何キロあんだろうね、これ。何キロでしょうね。ちょっと測りあるから乗っけてみ。この測り何キロまでいけんだろう。でもこれぐらいは測れるんじゃないですか。これぐらい測れるのかな。おそらくこれぐらい測れてほしいんだけど、結構いい測りですよね、それ。出せないから乗っけんのかってほしい。で、こいつ自体が多分そのままスポンといかなくて、一回回して抜く、回して抜く。で、まあコマの押さえのところを一回入れて、で、はまったら、で、ここ食器でついてんのが圧着用っていうこの台座がついてるから、これで14、まあ14スケをもしやる14っていうのをまずここにセットしの、で、受けの方を14って書いてある。まあ14から38だね、両方ともいけますっていうので、あ、逆か、まあこれが完成形という感じ、はい。で、一回回すと重て。で、これね、ロックがね、インパクトだとさ、普通こっちでこう締め込んでく
なんだけど、なんかこっちがロックになってる。逆です、ね、逆なんだよね。だから逆回転するイメージなんでね。ちょっとその辺はまあこういう性質なのかなって感じで、これをグーッてやると、っていう風な動きらしい動きだね。まあ圧着する。あとこれは180度か90度、180度回る優れものです。で、なんか途中まで行った時にこれこう、ここのリバースボタンかなんかリリースみたいな解除ボタンだと思うんだけど、ここまで行って、あ間違えたって言ったらすぐプッと押すと戻るというふうな、そういう機構がついています。で、これね、ちょっとこれ、はい、買った時にこれカタログ見ると、はい、ハサミがついてたんですよケーブルをカットするハサミが、はい、多分こうこの辺かこの辺に編集で出してくれると俺は信じてるけどハサミがついてるんですよ。ハサミがついてると思ったの、買った時に。はい、まあそのとりあえずセットがこいつのね内容だったんで、おかしいなと思って聞いたんですよ。そしたらオプションですって言われて、ケーブルカットオプションですっておー、オプションかって、いくらっすかって聞いたら11万って言われて、すげえな、ってことは48万ぐらいですかっていうところになってまあ買うところで買えばね結構お値引きとかしてくれるんでしょうけど、でそれがこちらですね、ケーブルカッター。はい、もうちょっと中確認で開けちゃったんだけどこういう風な感じで入ってきます。これがケーブルカッター。まあちょっと一回試しで、ね、こう切っちゃってるんだけど、これがオプションということですね。だケーブルカットするのにもう何しても、まあここまで揃えれば多分まあある程度はいけるんじゃないかなっていう感じはする。確かね、これケーブル切断能力は多分カタログ見れば分かるんだろうけど、 CVT って500スケまでとりあえずいける。ただあれなんだよね、1本ずつじゃないと切れませんよっていう風なお話でした。だからまあ何ですかね、まあ多分感染とかやって手でやるのが大変だっていうのでいう人はまあこれいると思うんだけど、まあなかなか高い買い物だよね。歯だけで11万これだけで11万、高いですね。まあ、こういう機構でうわっと思うけど、まあ、素材とかね結構そのまあ銅管とかにやられないっていうので関してはまあ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 っていう感じはしましたね。じゃあ次に切ってみますか。切ってみますか。ちょっとよいしょ、まあ、刃の交換はピンを抜いて、でこうベースごと取っちゃう、圧着用って書いてある、ベースごと取っちゃって、でこのハサミの部分をまま入れる、でピンを2本ちゃんとしっかりと入れてロックすると、ほんであとはもう、っていう風な動き方ですね。で、現場で出てきた CVT があるから、これは60スケだね。ちょっと
映るかな、ここ60スケって書いてある。どこだ、これだ。あー映ってますね、はい。反対側だから多分、そう、ちょっと逆ですけど、逆だ、はい、60ミリ、よいしょ。どこだ、これです、これだね、見える。ちょっと待ってください、ピントが。あ、こっちの方か、これだね。あー、はい、60ですね。60スケ一発ちょっと切ってみますか。はい。これ本当にね、スリングベルト、肩掛けのベルトもまた別売りなんですよ。地獄。じゃあ行きますよ。はい。そっち見える？見えてます。はい。結構切れるね。一瞬ですね。一瞬だね。切り口はだいたいこんな感じ。まあ多分何切ってもこうなると思うけど。ちなみに、よいしょ。ちょっと待って。じゃあなんか、まあ、タイマーカウントはなんかあった方がいいのかなと思ったけど、まあ体感で分かってもらえればいいと思います。はい。だから。OK、切れたらこうリリースしちゃって。これでもリリースで。じゃあ今までお前ら何で切ってたのって話になるじゃん。これで切ってたんですよ、泉のケーブルカッター。はい。これ型番が書いてないんで、多分泉のケーブルカッター、多分これだね、 IZ の 325A、 はい。で今までこれで地獄のような感じ挟んで、俺が非力なのもあるけどさ、あ、やっと1本いった。まあこのね、こんだけカロリー消化してその日ずっと1日持てばいいけど、これはどうなのかなっていうふうに思うよね。ちょっとこういう風にやっぱこう切る時も大変ですし、やっぱりこう省力化っていう時代ですから、まあこういう風にやっぱこうブンブン切ってもいいのかなって。結構早いと思うんだよね。早いですね。今いいな、今の人たちはこういう機会があるんだもん。じゃあそしたら今度圧着機なんですよ、これ。はい。じゃあ圧着機の本会としてやっぱこう圧縮どうなのみたいな話になると思うんで。そうですね。まあ一応ちょっと60の8を、ちょっと何を思ったのか、3個しか買ってこなかったんですけど、これでちょっと一回実験してみますか。はい、しましょう。じゃあ準備します。はい。よし、じゃあ一応これね、はい、端子が入る。これで圧着の準備できましたね。まあちょっと出っ張っちゃってるけど、まあこれぐらいでしょうみたいな感じで、でこいつをとりあえず変えると。で14の150のこの枠って言ったらいいのかな、こいつと60の70ね。まずこいつを一回こうで、あとコマですね、38の70。まあ、多分これは説明書を読めばいいだけの話だと思うんで、よいしょ。でこれでセット完了。で、どうやってやっていこうか。
多分分電盤とか大体もうこういう風な動き方になるから平で音取ってないんですよね。で多分これいいところはこの何だろう、端子のさ、このこっち分かる、こっち、はい、ありますね、ここ、ここに当てて、甘がみさして、で、ちょっと映るかな、これ甘がみはさせられると思って、端子入れて、はい、で、いくよ、もう結構きっちり圧着できるね。綺麗にできますね。やっぱり端子ねえ、もう結構綺麗にできるね。すごい、これは裏はこれ60、70の刻印ちゃんと入ってるでしょ。はい、きっちりと、ね、じゃあ要はそのコマでちゃんと圧着しましたよっていうことやね。で、真ん中にも綺麗にいくし、優秀だと思う、これかなり。で、対して今まではどうやって撮ったのかっていう風な話なんだけど、今までのね機材がちょっと待ってくださいね。よいしょ、こちらが今までの使っていた、これ前勤めた会社からもらった廃業するからって言われて、じゃあこれくださいっつってもらった。昔のこの泉の屋内配線用電線接続工具、手動油圧式工具 QH-2 って書いてあるね。これ製造年月日いくつ、これ84年って書いてあるんだけど、映る、これギリギリ84年7月7月だね、はい、で圧着範囲は14から150トンで、これまあいいとこなのか悪いとこは知らんけど、これこうまあちょっともうサビで潰れちゃってっけど、これこうってこうもう簡単にどれやるみたいな感じの付け替えなくていいですね。そう、付け替え不要なんだけど、ただもうよく見えないんだよ本当に。え、これ何、俺何を選択してんだろうと思いながら、まあ、一応ここに刻印が刻まれてるから150かな、これは。見える？あー、見えますね。刻まれてるから、まあそれで選ぶしかないのかなみたいな感じで、60、70だったらこれだね。で、すげえ大雑把だな、これ駒が。22、38の70って随分範囲あるよね。そうですね、結構この時代はガバってんのかな。で、これをコマつけて、で、まあ、あ、ロックない、あ、あるある。で、油圧なんで、こう一切ってヒュポッと行くまでなんだけど、まあいらんで、こいつがリリースだねっていう風な感じになってた。で、こいつもセットする前に甘く噛んで落ちないようにして、で、とんでもねえぐらいやりづらいんだけど、これもまた巻田のやつに比べて随分重てえな。で、圧縮されてるの見える？はい、これさ、ここ映してみる、こうさ、もうなんか押さえることができないの、電線を。そうですね、両手で持つんで。両手で持つじゃん。え、ちゃんと圧縮されてんのこれ。ああ、入ってるわ、岩入ってるわ
これ押さえていくからいいけどさ、これ手で持ちながら、どこまで、このパコンっていった瞬間に OK と。さっきのやつに比べてちょっとやっぱあれだよ、気になるところと言ったら、まあ、あんまり近くまで迫れない、ちょっとガバるよね。でもガバった方が平均的なのかな、俺の腕が悪すぎるっていうちょっと出っ張っちゃってるもんね。そうですね、こっちの方が綺麗だったね。まあ、なんだろう、怪我の巧妙ってやつ、まあ、これはこうやって出っ張った場合は、これはよくニッパーでも、あやっちゃったって言いながらプチンプチンこうやって切ってってやるんだろうけど、これはすごい時間のかかることをやろうとしてるね。そうですね、まあ抜きん時にしくじらなければいいだけの話だと俺は思うよ。長さをしっかり調整して、そうそうそう、しっかり調整してって。まあ同じだけど、要は時間と労力がやっぱり指導だとめちゃめちゃかかるんだよね。そうですね、そんなところにやっぱこう時間を割くっていうのはあんまりよろしくないなと思って、ほんで今回まあ購入したわけですよ。はい、金額だなと思いながら買ったんですけど、まあこれで楽にまあ作業ができるかなって感じ。まあどうしてもこう感染とかいろいろ触ることがあるし、まあ多分三八までとかそういうのは結構多かったりすると思うんですけど、やっぱりこうあった方がいいのかなっていうふうに思ったんで一応買いました。まあこれは一応ね、まあ、会社の資産として置いといてっていうような感じになると思うんで、まあ買っといたっていうような感じかな。あとは現場でね、行ってちょっとこう使った動画があるんで、それをこうまあ見て参考にしてもらえてっていうような感じですかね。うん、あとなんか言うことはないな言うことはないな。なんだろうね、さっきのこの無管理って書いてあるのこれは、ああこれだ、ここ見える、未完了ってさ、ついてるの分かる？あ、ついてますね。これでリリースしちゃうと未完了のまんまなの、はい、完了ってのは出ないね。出ないですね、未完了も消えちゃいましたね。ね、まあでもあれまさかと思うけど、深く買ってないと分かんないタイプ。多分抵抗がないとダメっぽいですねこれ。深くないとダメなの、ちゃんとそのあたりしっかり検知してるんすね。え、そういうこと、なんかそんな感じしますね。出ないね、なんだ、やっぱ潰すのが必要なんですかね。そういうこと、もう一回やってみるか。3個あるから、そう、残り1個ちょっと1回そこがちゃんと動作してくれるのか、まあ、ちゃんと動作してるのかだよね。まあでも動作してくれない、まあでも大体あの油圧がポンって抜けた後が音が結構そのなんつうのかな、うちらからしたら要は合図じゃん。そうです、終わりっていうさ、その合図がやっぱりこう音でみんな育っちゃってるから、多分そんなに気にならないような気がするんだけどな。ほんでこっちから見えるとするとこうか。そうですね、はい、よ、はい、完了って出ない、出ないですね。なんだ、
違うやつを交換しろってことか。でもさ、パネルはさ、あ、できた、完了ですね。多分これあれか、終わっちゃったら、あ、完了で出る。多分俺さっき見かけたのは、下手したらここで俺指離しちゃってるから、全く完了になってませんよってことを言いたいんでしょう。多分ここまで戻りきるまでずっと押してないと完了っていうふうにはならないんだ。もしこれで巻き戻ってみて、これで指離しちゃうと未完了になっちゃう。はい、多分リターンになってきたからっていうんでパッて離しちゃうと、多分あー未完了ですっていう、行って帰ってきてピタッと最後収まって、あ、完了ですっていう、そういう風な感じの機構なんだね。箱閉まってみ一回。はい、これ外したまま、外して外さないです、入んないです。はい、こうですね。入れるじゃん。はい。入れるじゃん。はい。そのハサミどこ入れるの？入れれないですね。それそこに入る？閉まんないですよね、でも。いや、閉まる。閉まる。ああ、でもこれ、それ専用の置き場はないですね。ないよね。牧田さん、こういうオプション買うんだったらね、考えてもらわなきゃ困るよね。だって。こっちが絶対無理だもんね。はみ出るもん。あ、はみ出る。ここはバッテリーですよね。バッテリーを、こんな暴れる感じで。したら予備のバッテリーを置くところのここに入れて。あ、まあまあこれの方がまだまだいいのかなって感じはするけど。一応閉まるから、ね。一応入りますね。すっごい暴れそうだよね。やだ。突然のガバガバな動きになってくるんだけど。確かにこれはちょっとね、ちょっと牧田さん、これは考えてほしいわ、マジな話で。これだけだって保管しないとダメですよね、他で。こんな歯むき出しで、歯むき出しで怖いですね。ちょっと勘弁してほしいよね。まあしょうがないか、オプションはオプションっていう考えなんでしょうけど、圧着機なんで。多分バッテリーの方がすごく、あの、まあ置くのとしてはまあありそうかなみたいな感じなんでね。ただ多分この子の入り場所はもともと考慮してない感がすごい。だってどこ入れんのみたいなじゃんね。まあ、マキタ持ってんだったらあんたバッテリー何個もあるでしょみたいな、そういう風な感じかもしれないね。まあこれから電気屋さん始めるっていうイカレはなかなかない。まあないですよ、これスタートはまずないと思う。これスタートはない、だいたいもう中級レベルになってやっとこれ買うかみたいな話。上級者用だもん。どうなんだろうなと思いながら買った品物でございました。はい、じゃあお疲れ様です。お疲れ様です。